さて高崎さん、この久井はすでにレッドとブラックと両方で、ねはい、ベルトを持っているという、はい、まあ末恐ろしい18歳なんですが、とにかくチャレンジスピリットにあふれてますよね。そうですね、で今年は、まあ負けてはしまっ負けてしまったんですけども、中国での、はい海外初試合だったり、K1 のリング上がったり、はいでまあ、2階級制覇ってことですから、そうですね、はいまあ、本人もすごくいろんなことを挑戦させてもらった年だということですね、でこれが、初タイ人なんですよ。そうですね、タイ人とは初めてですね、はいはい、また新しい挑戦だと思うんですけども、そうですね、まあ、本当にいろんな経験できて、うん、いや、いいことだと思いますね、はい8戦目ですからね、8戦目でもうタイ人やったり K1 出たり、ね中国で試合したりという、はい、楽しみですよ、はい、さていきなり行こうという被災タイム、まあ、今日は本当に試練ですね。そうですね、しかもこのところ、はい、KO 勝ちがないので、あ確かに、はいはい本人としてはそこを一番課題にしているみたいですけどね、はい、カウンター返ってくるぞ、鈴木千尋さんはこの被災タイム、まあ、ファイトはご覧になっていると思うんですが、どんな印象を持ってますか。でも早いですよね、スピードとテクニック両方兼ね備えてるんで、やっぱ相手からしたらすごいやりにくいですよね。あそうですか。ただトンミーチャイ選手、これやっぱりタイ人の特徴っていうのは、はい、2ラウンド3ラウンド目が一気にギアチェンジしてくるんで、それがちょっと楽しみですよね。そうですか。あたりは被災もちょっと慎重です。見てますね、はい、トンミーチャイが。しかも今日レッドですからね、肘ありますからね。そうですね、あこれ肘ありなんだ、はい、肘あり、肘打ちありのレッドルールです。タイ人にとっても全然有利です ね、 そ う、 ですね。そういう意味では、ここは最後距離を取っています。左のローキック効いてきてるからな、それ。ミーチャイも相手をよく見ているという印象の感じ。印象のここまでのハイブリッド。ローキックは出しています。被災タイム。あいいですよ、いいですよ、はい。そしてジャブ。うわ重いな。ミドルを出してきました、トンミーチャイ。ジャブを伸ばす被災タイム。ローキック嫌がってますね、はい、じわっと距離を詰める被災。そして左のローキック被災が盛んにジャブを伸ばしています。そしてこの左のローキック、ローキックが効いてますね、嫌がってますよね、はい。詰まったらどうする。右から来ました、トンミーチャイ。さあこの首相、はい、ここで膝を出す。おー離れました。負けてませんよ。そうですね、そうですね。久井選手は広島のジムで首相撲を相当練習してるみたいですなんで。もう第1ラウンド時間はほとんどありません。左のミドルを放った被災タイム。おバックスピンキック第1ラウンド終了、ね、終了、はい、こちら被災タイムです。もっと来るかもっと来る。サウスポースタイルのこの被災タイム、こちらはトンミーチャイフェロージムです。28歳、ここは首相撲になった瞬間です。最後のバックスピンキック、これから第2ラウンドが始まります。セコンドが、はい、お父さんの久井純平、はい、キックボクサーって人なんですけども、はい、その久井にお父さんが、はい、タイ人に2回負けてるんで、そのリベンジもしたいって言ってましたけどね。ああそういう思いはあるでしょうね、
第2ラウンドが始まります。少し動きが変わってくるか。第1ラウンドは様子見をしながらローキックを放っていた被災ですが、トンミンチャイもあれノーモーションで来るから怖いですね。そうですね、いきなり右のパンチも放ちます。トンミンチャイ本当中路選手このラウンドから出てきますよ、ね、出てきますね、一気にギアチェンジしてきてるんで、はい、そこどう被災選手が対応できるかっていう、はい、うわ重いな、オーソドックススタイルなんですが、パンチをいきなり右から出したり、この右のミドルは相当確かに鈴木千尋さんおっしゃるように重い感じがあります。最後は第1ラウンドから結構このジャブを伸ばしています。肘狙ってますよね、はい、あ肘右の肘早い、怖いですね、肘打ちありのレッドルール。狙いいいですね、はい、肘狙ってるな、はい、ナイスローキック、ローキックは出しますが、さあ出てきたトンミーチャイ、あーうまい、トンミーチャイ肘狙ってますね、はい、左ローキック、左左ローキック、気にしてるやん、ほら気にしてる、気にしてる、そのまま、またジャブ、おーっと怖い、危ない、肘がかなり鋭く伸びてきます、まだ大丈夫です、まだ首負けてないですね、はい、うん、まだ大丈夫です、首相撲も頑張ってますよ、頑張ってますね、ダメージ与えてるのはあのローキックですね。そうですね、両方とも、はい、右のミドル、鈴木千尋さんおっしゃるように非常に重い右のミドルです、トンミーチャイ、はい、うん、のジャブはご覧のようによく決まっています。うわー、肘が出てきました、もうまさに千尋さんおっしゃるに危ねえという感じですね、あ、はい、まあ、ちゃんと被災選手見えてるんでいいですよ ね、 そうですね、20秒、20秒、もう一回印象通り、もう一回印象通り、下すごい集中できてましたね、残り10秒になりました、あっという間、アウトアウト、ボギー、ボギー、ボギー、第2ラウンド終了、第2ラウンドかなり展開は変わってきたこの試合ですが、盛んに肘を狙うトンミーチャイ、フェロージム、あの肘恐ろしいですね、あれ当たったら切れちゃいますよ、はい、その肘がよく見えている印象の被災タイム、第3ラウンドに入ります。谷川さんどうですか、明確なポイント差はまだこれないですよね、まあ、だけどあの優勢をって点をつけるんだったら被災選手ですよね、そうですか、あのローですね、はいはい、ただあのトミーちゃんが負けてる感じが全然ないんで、そうですね、差はついてないと思います、はい、延長の可能性もあります、3分3ラウンド延長1ラウンド、右打ちありのレッドルール、でもトミーちゃんもこのままじゃ勝ちはないですよ、そうですね、なんとかあの、ね、こうギアチェンジしていかないと、はい、今度は左ストレートが初めていきました、被災タイムジャブばかりを出していましたが左ストレートを出しました、右から今度は左ハイキック、さてこの首相撲は、うわうわ、危ない、一瞬で来るわけですね、そうですね、ここの緊張感です ね、 ね、気抜かないように、盛んにこのバックスピンキックも放ちます、やっぱり怖いのは肘だな、そうですね、あとは大丈夫気がしますけどね、
この右のミドルも時折きます。左ローキック被災タイム、もっと打て、もっと打て、そう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 、カットできへんから、そのまま打て。右ストレート、これがこのトンビンチャイも時折出します。このストレートから肘つなげられると怖いですね。そうですね、はい、右のミドル、ローキックを放つ被災。この辺りは距離を取っていますが、また右のミドル、左ローキック、連打いいですね。はい、被災の左ローキック、次の帰りだけ、帰りだけ見せたよ。おー、ナイス。右からトンビンチャイは右ストレートを出して接近してくると、そして肘を狙おうというところです。そして膝、最後冷静に慎重に戦っている印象はあります。トンビンチャイはもうちょっと引かないとダメですね。はい、そうですね、もう1分しかないんだから、ね、そう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 、ノーでダウンでそのままだ、ほら効いてるね、ローキック、被災選手はこれでいいと思いますよ、作戦としては、まあ、とにかく首相撲で肘とかね、はい、あれもらわないことですね、組まれないことですね、必死にあの首相撲をディフェンスしましたから良かったと思いますよ、トンミーチェイもしかしちょっと諦めたかな。そうですね、なんかこう効いてるんですね、攻め手がないのかなというふうにも見えます。トンミーチェイ肘は狙っているのは分かるんですが、残り間もなく10秒です。第3ラウンド、もう出てこないですね。そうですね、このラウンドのトミッチはダメですね、もう流しちゃってますよね、はい、ダメだな。判定に入ります。まあ微妙なんでしょうけども、被災選手の方が採点上は有利かなというところですかね、谷川さん。そうですね、まあ、負けはないと思いますね、普通に取ってますよね、普通に取ってますね、ダメージ優勢点手数全部含めてですね、さて採点が出揃ったようです。順位結果をお知らせいたします。ジャッジアケア30対29、アーナー被災、ジャッジ北次30対29、アーナー被災、ジャッジ昇格流30対29、アーナー被災、3対0の判定で被災タイム、ショッピンチャイフェローチームに勝利しました。あの高橋さん、はい、まあ、ノックアウトで KO で勝ちたいという希望はあったんでしょうけど、はいはいはい、今日の戦い方がちょっとこの倒すのは難しい、相手の出方も含めて難しかったのかなと、はいはい、だから、まあ、対人の難しさを味わったんじゃないですかね、ということですかね、はいはい、まあ、無論肘をもらうわけにはいかないですしね、はい、で最後まあ出てこなければ手の内はないですから、そうですよね、座っただけで体幹が鍛えられるバランスボールチェアがマルームズ様から勝利者賞として贈られています。まあ本人不満もあるでしょうけども、まず大事に負けなかったということも、そうです、ね、大事なのかなという気もします。首相撲対策はしっかりできたと思いますからね、はい、3対0勝者で期待大切な勝利でした。選手退場ということで、被災タイム初めての対人相手の試合で勝利しました。